あ、ここ一軒家がなくなってる。つらい。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てこう。なんだなんだなんだ、なんかみんなめっちゃ体鍛えようんやけど。いきなりの仲いいな、一緒に体鍛えるとか。ほい、それじゃあゆうまくん入るよ、入るよ。一緒に遊んでくれますか。ほい、遊ぼう。超アップクイズ。一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか。3つの選択肢から出ましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。超アップクイズ第1問。第1問。これは何でしょう。え、なにこれ。なにこれ、肉じゃが。答えは、え、全然わからんねえけど。あ、全然違った。なんか器との境目っていうのは分かったんやけど、ちょ、それ以上何もわからなかったわ。カツ丼か。残念でしたね。また遊んでください。ぜひ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 遊んでくださいまし。お宝ティッシュをもらいました。ありがとう。ゼロとは友達以上の関係です。親友、いいと思うよ。ゼロさん信頼してる。お、いいねいいね。て、家族多い。毎回思うけど、見るたび思うけど、家族が多い。あ、そして、ちょ待って、お腹は空いてなかった？どうも、再び前戻ってきました。いや、そろそろもうね、過ごしやすい時期になってきたよ。全然最近もう暑いとか全く思わんけんね。はい、トマトでもどうぞ。いただきます。なんならこの今、ゆうまくんがおるこの畑で採れたっていう感じの。野菜いっぱい採れそうやもんね。まあまあ美味しかった。はい、それじゃあ。それじゃあ、なんか今回ね、マークが全然出てないよね。びっくりするぐらいマーク出てないよね。じゃあちょっとイケアの方行ってみようかな。はい、それじゃあ、久々の一軒家に。こっちも何もない。はい、まず、ケンくんとリンちゃん。お、ちょっと子供そっちのけで。何？一人ごと？一人ごと言ってるの？めっちゃなんか、あの積み木なんかちょっと、はっきりした色で綺麗なんやけど。はい、そしてガイタンくんとネムちゃん。ちょ、子供が走り回ってるよ。見てあげて。見向きもしない。そして、チャーリーさんと、アキちゃん。お。アキちゃんは、びっくりした。カメラに気づいたんかと思った。カメラっていう設定かどうかちょっとわからんけど。はい、そして、アスムテユニポンちゃん。おー、いいね、いいね。逆なんやね。もしかしたら、あれよね、ユニポンちゃんが、今日なんかたまたま、仕事が休みになったから、じゃあちょっと、今日は、俺が料理するよ、みたいな。あ、こういう夫婦ちょっと理想やね。いいやん、いいやん。仲良しじゃないか。はい、そして、ノアくんとあったん。お、仲良し親子。めっちゃ楽しそうやね。まあね、一軒家やけん、そんなに走り回ったところで下の階の人に迷惑とかがないもんね。はい、そして、ハットくんとミクレちゃん。お、ハルちゃんが遊びに来てる。子供を見に来たの？見守りに来たの？私も早く子供が欲しいわ、的な。そして、ヨシハルくんとアヤカちゃん。あ、ここは二人で。待って、ヨシハルくんめっちゃ早くない？包丁。やば。二人で仲良く料理するっていうのもめっちゃ、あ、ちょっと手元。めっちゃ微笑ましい感じよね。やば、なに？プロなの？はい、そして、黒影さんと京子ちゃん。ここはまあ落ち着いた感じで。はい、赤羽さんと、お、あやな。お、あやなが料理をしている。あやなが料理をしているよ。いいっすね。いいっすね。子供はまだ生まれないのかしら。あ、ここ一軒家がなくなってる。辛い。あ、そっか、そういう感じになるのか。ここは千早さんとりゅたくんか。いいね。そっか、今、ご飯の時間帯なのかな。いいね、いいね。なんか、それぞれ、
夫婦関係がこういろいろと分かっていいね、こっちが料理するんやとか。そしてあきゅんくんとみなりちゃん、二人とも何か読みふけっている。なんやろあのティーって、トモコレのティーかな。はい、そしてじゃあちょっとみんなに募金を募りましょうか。さあみんな、じゃん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 募金をしてってくださいまし。あれ、千早さんさっき料理しよらんかったっけ。それを置いてでも、まあね、住民全員が参加するもんね。今日は 27,100 円集まりました。あれやろ、旦那さん引っ張ってきて一緒に募金に参加したんやろ。ほい、そして昼一。誰にでもよく似合う。お、猫いいね。猫無地セット。買ってあげてよ。あ、てかこれニューやん。マジで？買います、買います。あ、そっか。今まで私が持っとったのってあれかな。虎柄とかそういうやつやったんやっけ。まさかの初やった。やったね。お、女子会開催中。何やら女子が集まっています。何のお話中ですか？島のどこかに、松ぼっくり型の石があるらしいよ。松ぼっくり型の石。それはなんかもはや松ぼっくりの化石みたいな感じじゃない？幸せになれるってやつ。いいやん。ベタベタに触るわ。いいね。やっぱりそういうのとかあるみんな。金の延べ棒って可愛い？それはあの、金額的にとかいうことではなくて。金額的に可愛いみたいな。はい、それじゃあ、お、誰か遊びたい人が。最近遊びたい多いよね。あれか、今ご飯時だからちょっとマークが少ないんすか。はい、それじゃあ、ほのかちゃん。あ、ほのかちゃんはさっきね、あれよね。募金によったよね。はい、入ります。遊びましょう。遊ぼう、遊ぼう。トントン相撲、フィギュアを使って相撲しましょう。相手のフィギュアを倒すか、土俵の外に出すと勝ちです。はい、スタートー。来い。はっきょい。はっきょい。残った。残った。残った、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 残った。押し出せ、押し出せ。私、押し出せ。いけ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 。イエイ。イエイ。あっという間に、勝負がつきました。ありがとう。一つだけあげます。それか選んでください。じゃあ、一番大きいので。お宝、ブラウン管テレビをもらいました。ありがとう。今日は、なんだかやる気が出ません。マジで？大丈夫？ちょっとやる気出して。やる気を出してもらうために、ちょっと栄養ドリンクでも、はい。いただきます。ほい、どうぞ。どうすか？すごく美味しかった。お、よかったよかった。まあ、美味しくて、元気が出たらいい。あ、でも、好物に入ってない。好物に入ってない。ちょっとやる気が出たかどうかを見るために、どうしよっかなぁ。じゃあちょっとミシンで服でも作ってもらおうかな。おしゃれに作ってみてましょう。お願いします。やる気を出してね。ちゃんとやる気を出してね。着てるだけでひんやり。それ夏場にめっちゃいいやつやん。誰にでも着こなせる服だよ。お、じゃあ男女関係ないってことかな。どんな服？風は一切通さない半袖シャツ。風通さないの？風通さ、え？ひんやりする？夏場大丈夫？素材がひんやりするってことかな？逆に風通さん方がいいみたいな。え、ちょっとわからない。わからない。でも気になるね。ちょっと着てみたいけど。あ、ゲームしだした。やる気ないやないか。結局やる気出てないやないか。はい、それじゃあ、青とくん。待って待って。なんかすごい速さで呼んでるけど。僕と遊びましょう。はい、遊ぼう、遊ぼう。キャッチ、見事と咲いてもうケツ。キャッチできればあなたのもの。床に落としたら失敗です。はい、佐藤。お、イヤリング欲しい。これ結構なんか、あ、ちょい。これ結構なんか値段いいみたいなみんな言わんかったっけ。はい、ください。あっもう一回、もう一回ちょうだい。はい。てかそれいつの間に拾ったんだって感じだけどね。来い。ちょ、また？めっちゃおちょくられるやん。お、まさかの、まさかの跳ね返した。てか、イヤリングそんな跳ねんけんな。
絶対、絶対手の上に乗ったりとかするけん。はい、ありがとう。お宝、トイレットペーパーをもらいました。旅人が無事に旅を続けられるの、お、いいね、いいね。私たちも協力したいですね。うん、ぜひ。困った時はお互い様やけん。はい、それじゃあ、お腹が空いてるだろうから、お茶漬けでもどうぞ。いただきます。ほいほい。どうすか。結構美味しかった。お、よかった、よかった。レベルアップー。でもなんか最近ちょっとね、あんま好物に入ってこんな。それじゃあ何がいいかな。猫レンタル券。じゃあこれで。はい、どうぞ。道具、猫レンタル券をプレゼントしました。お礼にこれもあげます。レンタル期間どれぐらいなんやろ。実用品オルゴールをもらいました。ありがとう。お、なんかみんな集まってる。お披露目会？猫ちゃんお披露目会？いいね、いいね。彼女まで呼んじゃって。はい、それじゃあ、アイナちゃん。入るよ、入るよ。遊びましょう。あれ、待って、アイナちゃん縮んだ？あれ、アイナちゃん。アイナちゃん元に戻った？帽子シルエットクイズ。シルエットに表示されたアイテムは何なのか。3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？いや、なんかコメント欄にさ、アイナちゃんとともやくん別れてないみたいな感じのコメントあったけど、まさかの？まさかの離婚した感じ？あっこか。ちょっと待って、UFO。一軒家の、一軒亡くなってたとこ、アイナちゃんとともやくんじゃない？え、つい最近結婚したばっかりやん。どういうことよ。え、なに？全くわからないんだけど、薄毛のカツラ？合ってるー。ぴったりしすぎてわからんかった。最終問題。停電。ビーニーキャップ。答えは、ビーニーキャップでした。オッケー。これかっこいいよね。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。それ返らない。じゃあ、中くらいで。お宝、ゲーム&ウォッチをもらいました。ありがとう。頑張ってる自分が好きです。いいね。いいね。あ、ほらもう恋人いないになってる。結婚どころか恋人いない。はい、クロワッサンどうぞ。いただきます。どうした？合わんかったんかな？まあ、まだまだ、いい出会いはあるさ、きっと。結構美味しかったようです。お、よかったよかった。これにこれは知らぬ間に別れてるの辛いね。実用品、毛染めスプレーをもらいました。ありがとう。女の子たちね、結構なんか、パステルチックな髪色が似合うと思うよね。お、なんか、物思いにふけてるんかな。そういうことではないかな。はい、それじゃあ、今回も歌の歌詞を送ってきてくれた人がいるので、紹介していきたいと思います。じゃあ、今回も、ソロで、今日は、キング歌全部揃っとるな。キングで、アイドル。アイドル曲男の人初めてじゃない？一人で。ね。はい、フルーツキング、アサポンさんが送ってきてくれた歌です。かわいらしい。これアイドルの曲もさ、女の子用と男の子用ってちゃんとあればいいのにね。なんかかっこよさげな曲みたいなのとか。めっちゃ可愛らしい振り付けやもんね。男やのに。あさぽんさんがね、いつもイチゴがめっちゃ好きって言われてね。フルーツ界のキング。ちなみに、私もイチゴはめっちゃ好き。練乳とかかけて食べる。練乳か砂糖か。でも一番は梨が好きです。もう梨の季節がやってくるけんねん。これからが楽しみだわ。ほい、そして、ミニュース見てこう。11時になりました。Bニュースをお伝えします。お願いします。
巷で大人気のチャレンジ企画。あの綾香さん、どの綾香さん。ロケット花火で宇宙編。これ初めてじゃない？初めてじゃないっけ？ 2 回目？あ、これか。なるほどね。なるほどね。久々やけど結構出てるね、これ。ひえー。これさらっと言ってるけどさ、落ちてきよるってことよね。めっちゃ怖いやん。本人も周りも。仕事なのか。芸人さんなんかな、彩香ちゃんは。感動成功してないよ。成功した時にそのセリフやったらね、合っとるかもしれんけど。成功した用の時のコメントしか用意してなかったかな。そういうことなんかな。しょうがない。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、なんか時間帯によって、やっぱり、あれよね、まあ、寝とる時間とか起きとる時間とか、そういうのがあるってことは、この時間は忙しいけん、そんなにみんな、吹き出し出ないよ、みたいなのあるんかな。